グッドイブニングエブリワン、カン様でございます。ついに始まりましたけども、カン様チャンネルへようこそ。僕カン様はですね、もうずっと、長い間旅をしてきたんですけども、1990年、ワーキングホリデーっていうのをね、オーストラリアに来まして、いろんなところを旅してきました。で、旅を通じてですね、いろいろ面白い旅人と会ったり、世界の面白い場所、もう訪れてきました。その中で得たいろんな体験とか、面白い人脈とか、面白い場所とかを、ご紹介していただきたいなと、いうことで、今回このついに、YouTube チャンネルをスタートすることになりました。ハイパーノマドトラベラーカン様のカン様チャンネルということでね、やっていきたいなということで、今ちょうどですね、時代は大変で、コロナウイルスとかなりまして、まあ、僕はずっと旅を30年以上続けてきたんですけども、今年2020年はそんなに旅が行けなくなってしまうかもしれません。でも、いろいろ、旅で出会った仲間とか、楽しい体験とかエピソードとか、そういったものをこのチャンネルで、シェアしていけたらなと思っております。まあ、世界中に住む楽しい友達のところを訪れ、その方々の、面白いエピソードとか、失敗談とか、まあ、成功談とか、とんでもないお話とかをシェアできたらいいなというふうに思っております。で、まあ、いろんなものを配信していきたいなと思うんですけれども、長年、僕はオーストラリアにワーキングホリデーとも行ってましたし、まあ、詳しいのはですよ。あとはですね、デュアルライフっていうことで、日本と海外の二重生活もいろんなところでやってきました。古くはオーストラリア、それから中国の上海と日本の二重生活もしてましたし、それから2005年から2009年もオーストラリア、日本の寒い冬の間オーストラリアによく渡ってましたし、一番訪れたのはオーストラリアのパース、それから、バイロンベイというのも好きですし、あとは、2012年ぐらいからは、毎年冬の間12月とか、まあ、1月ですね、スリランカでアーユルヴェーダというのもしてますし、2015年からは、イタリアの少し未来、まあ、イタリアすごい大変ですけども、マルタ共和国、まあ、地中海の楽園って言われてますけども、そこの、語学学校なプール付き、それから、ジム付き、レストラン付きみたいな、本当パラダイスのような語学学校に滞在しながら、マルタライフというのも、満喫しておりますので、その辺の話もお届けできたらなというふうに思っております。あとですね、もう無類の沖縄好きで、もういつからかな、沖縄1990年代の初頭からほとんど、月にどうかな、月じゃない、年間10回とか15回、一番多い時は年間20回ぐらい行ってたこともあるぐらい沖縄大好きですね。本島も好きですし、本島の北部も好きですし、あとは慶良間も好きですし、石垣の周りの八重山諸島、そして宮古の周りの宮古諸島とか非常に大好きなので、まあ、その辺りの沖縄もね、いっぱいお話をしていけたらなというふうに思っております。まあ、あとは東南アジアですね。タイも大好きですし、ベトナムとかも大好きなんですね。そういったことをいろいろお話ししていきたいなっていうふうに思っております。まあ、なかなかこうスタートしなかったからっていうと、まあ、旅行をずっと回ってますと、本当毎日いろんな人と飲んだり、語ったり、まあ、日々何もしなくても寝不足なんで、これを動画を撮って、編集して、アップするなんてなかなか大変かなと思ってて、全然こう着手できなかったんですけれども、今回こういう外出あんまりしたらダメだというふうになった時こそですね、まあいろいろこういうお話をシェアするのもいいのかなと思いまして、まあ、ほとんど過去30年旅をしてるんですけど、こういうことをアップするとかっていう目的で旅をしてなかったので、写真はたくさんあるんですけれども、動画とか、このアップ用の動画がないんで、まあ、古い写真を引っ張り出したりとか、そういうのをしながらですね、僕の旅のエピソードとか、脳みそで覚えてることを、ちょっと皆さんにシェアできたらいいかなというふうに思っております。
ということなんで、ぜひですね、ちょっとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてインスタグラム、それからフェイスブック、各種 SNS もやっておりますので、そちらの方で、もう登録し、登録をよろしくお願いします。また皆さんで、皆さんにですね、オンラインでもオフラインでも世界の旅のどこかでお会いできることを楽しみにしております。沖縄で会うかもしれませんし、フィリピンで会うかもしれませんし、世界の島で会うかもしれません。僕は実はもう無類の海好きで、それから島好きで、ハイパーノマドトラベラー、それからアイランダーとして本当に何百個何千ぐらい島行ったかもしれません。名前のついてない島も含めたら何千と行ってきたと思うんですけども、そういった島で皆さんとまたお会いできる日を楽しみにしております。それではまたカン様と次お会いする日までアディオース。よろしくです。